あと切り抜きで、まあ普通に OK です。じゃあちょっと、はい、これぐらいね、いきます。はい、お願いします。もうちょっとこっちです、うん、あ、そんぐらいです。筋肉痛でね、顔パンができないレベルの筋肉痛なんですよ。あ、代理でやっておきましょうか。はーい、はーい、ドマッピーでーす。そしてあの、なキレがないっすね、いつもと。もう一回、もう一回頑張ろう、もう一回頑張ろう。痛い。どうも、ドマッピーです。そして、あ、有楽者の家系と言います。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。どうも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 。わー、イエーイ。有楽者店長の店長がなかったんですよ。いや、だってさ、はい、もうさっきからなんですけど、こうして、こうして、あ、はい、あ、はい、あ、はいって動かすみたいな、はいはいはい、で、カメラずっと回ってんのに、いつ始まんのこれって思ってたんですよ。一調整ね、うん、すいません、すいません。で、どん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 僕の飲み物の強炭酸水がさ、向こうの方にどんどん遠ざかっていくしさ。これっすね、はい、どうぞどうぞ。あ、ありがとうございます、はい、もうここでいいですよ、ここで。あ、いいですか。いざっていう時飲めないけど、ここでいいですよ。マジですか。まあとりあえずね、今日の動画なんですけど、久々にね、はい、あの、有楽者店長と動画撮らせて、はい、よろしくお願いいたします。もらってます。よろしくお願いします。はい、今日は、はい、絶版カードゲームについてお話しさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。それ、はい、大体は悪口にしかならんやつですよ。いや、そんなことないです。そんなことないです。あの、僕、カードンっていうカードをね、あの、これから始めるにあたって、そのオーディション動画の審査員、はい、兼盛り上げみたいな感じで来ていただいてるんですけども、そう、オーディションを担当兼盛り上げってどういうこと、はい、普通オーディションを担当する人って言ったら、はい、盛り上げ役は兼ねないと思うんですけど、僕盛り上げ役も兼ねたかもですか。まあ、現代そういうこともあるんですよ。ブレイキングダウンのね、あの朝倉未来さんとか12人もそうですし、はい、オーディションの審査員でありながら、はい、動画のことも考えていただくってなると、はい、なかなかの精鋭が必要っていうことで今回店長にお越しいただいて、うん、で、そんなねスタッフオーディションをするカードンというカード屋は、はい、今までに出た絶版のタイトル全ても含めた全てのカードゲームを扱う店なんですよ。なるほど。ということで、うん、ずっとマジック・ザ・ギャザリングばっかやってたじゃないですか、僕。だから、いや、間ポケモン挟んでますね。あ、それもやってたけど、絶版カードをね、はい、店長にいろいろ教えてほしいなっていうトーク動画になってます。いや、そんなん僕なんか、はい、これ動画で何度も言いましたけれども、はいはいはい、10年ほど前に有楽者をオープンさせるときに、うん、当時の業者さんに、あの、素直に、え、遊戯王ってことありましたのみたいな感じで、尋ねたぐらいカードに対する知識って、はい、割と、薄塩味みたいな感じの人間ですよ。まあ、最初はね、うん、最初は誰しもそうだと思うんですよ。今僕がその状態なんですよね。そうだ。だからその10年の間に培ったり、はい、こう聞いたいろんな情報を店長持ってるじゃないですか。まあ、あるのはありますけれども、はい、あの、最初にも言いましたけれども、あの、やや悪口とか、暴言的なものとか、はい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 、逆切れみたいな、そういったのがね、いっぱい出てくる。だからですね、はい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 、いいんですか、あの、結構 P 入りますし、下手したらカードにもカード下ろさないっていうような本屋さんとかメーカーさんも出てくるかもしれないんですけど、それでもいいんです。絶版タイトルの話しただけでそんなことあります？あのですね、絶版タイトルっていうことはですね、うん、ある意味でメーカーの汚点みたいなところもあるんですよ。カードゲームを世に送り出すと、で、それなりに名が通ったメーカーさんがいろんなカードゲームを世に出してきてるわけですよ、はい、そのいろんなカードゲームを世に出してきている中でユーザーからの評価がいまいちだった、うん、そんなタイトルがいっぱいあるんですよ。なんか店長の中で一番印象深い絶版カードゲームっていうのは何なんですか、今も強く記憶に残ってるような。ああ、はい、ですね、もう本当ガチの悪口にしかならないんですよ。悪口って言っちゃうと本当に悪口みたいになっちゃうんで、ね、悪口って言わずに、はい、まあ、なんて言えばいいのかな、苦情とかあとクレームとか、マジ、うん、はい、そういうもんになりますけれども、まあ、私の中で一番絶版カードゲームでこれ何やったんやろって思うのは、はい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 、銀剣のアルカディアドライブかな。銀剣のアルカディアドライブ知ってます？銀剣のアルカディアドライブ何でしたっけそれ。はい、これはですね、年月は覚えてないんですけれども、角川さんが出した TCG、はい、まあ、TCG と言えばいいのかな、一応カードゲームなんですけれども、まあ、ソシャゲとの同時進行なのかな、要は TCG と販売して販売して、要はカードショップが販売して、でそのカードを使ってアプリでも遊べる、うん、いいじゃないですか、斬新でしょ、画期的、うん、発売日その日にね、はい、サービス終了したんですよ。え？発売あの、そもそも角川さんが、はい、TCG をやってたっていうことをあまり知ってる人っていうのがいないんですよ、はい、
そうっすよね。いや、角川さんに TCG メーカーみたいな印象全然ないです。結構力入れてたんです。出版社っていう印象ですね、うん、第1弾のカードゲームがパズドラ TCG だったんです、うん、パズドラ、パズドラ、あのパズドラをカードゲーム化しますと、はいはいはい、で結構当時話題になったんです、うん、で、あのパズドラ TCG をやりますっていうふうに角川さんが販売した時って割とよく売れたんです。まだパズラも全然人気のある、まあ、今でも人気あるタイトルですけれども、うん、今も人気あるみたいですね。当時はまだもっと人気があったんで、うん、バズってましたよね。本当にバズってました、うん、あのマックス村井さんも絶好調やった頃です。ああね、うん、はい、で、その時代にあのパズドラ TCG を角川さんが出したで、よく売れたんですよこれ。まあ、トレカあるあるですよ。第1弾はよく売れるってやつ、うんうんうん、で第2弾以降が真の力を試されるってやつです。はい、うん、まあ、とりあえずそんだけでパズドラ TCG 第1弾よく売れました。で第2弾もそれなりに売れました、はい、じゃあもう1本やっとこう。パズドラっていうのは元宝さんのコンテンツや、はい、じゃあ俺ら角川やったらばもっとすごいことができるんだって、はい、角川って考えてみてくださいよ。あのいろんな、ティーン向けの小説あるじゃないですか。ありますね。ああいうのがあるっていうことは作家さんもいっぱい書く、はい、で当然、はい、絵師さんともいろいろつながりがある。もちろん、うん、表紙とかもいっぱいね書いてますね。そういう風な絵師さんを使ったりとか、うん、あとは作家さんを使ったりとかしてストーリーを組んでいって、はい、あの人気のあるカードゲーム立ち上げようぜ。なんといっても出版社やと、はい、広告宣伝バンバン、うんうんうん、アニメ化の実績もいっぱいある、うん、失敗するわけよ。 TCG はアニメ化をしたら成功するんや、もう自信を持って、自信を持って、で成り物入りでこう出たタイトルがアンジュビエルジュ。アンジュビエルジュ、あ、うん、それが銀剣のアルカディアだったみたいな。違いますよ、アンジュビエルジュ、待ち、はいはい、まだ、まだ、銀剣のアルカディアドライブまで行くのはまだ早い。パズドラで始まって、まあ、ヒットしたと最初、うん、で、アンジュベルジュ、はい、っていうのを次に出した。金券はまた別なんですね。そうです、はい、アンジュ・ウィルチはですね、今見たら、まあ、よくある世界観やなっていうふうに言われると思いますけれども。どういう感じなんですか。ですね、まず世界観で言わせていただくと、はい、まあ、女の子いっぱい出てきます。おお、うれそう、うれそう、うん、女の子いっぱい出てきます。だから年齢層は割と高めですよね、はい、うん、だから男性ターゲット年齢層は、うん、まあ、18歳以降、うん、なんていうのか、ラッキースケベがあるような、ラッキースケベ、あのトラブル的なような世界観がある、はい、まあ、剣と魔法の学園ものですわ。いいじゃないですか。あ、はい、まあ、結構好きな人多いですよね、はい、私も好きですよ。でしかも、ね、角川さんから、角川さん出て、なんかうまくいきそうな、イラストレーターが参加していると、はい、あのメインキャラクターはあの監督さんっていう、あのすごい人気のあるイラストレーターで、それ以外にもいっぱい、はい、あのもう、例えばこのスバのイラストを描いておられる方とかが参加されて、もう非常に魅力的だった。はい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 。なので結構売れたんですよこれ。おお、よく売れたんですよ。安定的に買う人は多かった。バイス・シュバルツほどの売り上げはなかったですけれども、はい、あの割とポコポコ売れてくれてた。じゃあなんか10万人気前後ぐらいのタイトルになってた。ああ、そうですね。で、はい、意外なんですけれども、これシングルカードをアマゾンに出すと結構普通に売れてたんです、はい、おお、うん、扱ってる店舗が少なかったっていうのもあるんでしょうけれども。ってことは店長も取り扱ってたんですか。扱ってました。大会もやってましたよ。パズドラも、アマゾンも扱ってました、はいはい、だから私角川さんの TCG 割と当時力入れてたんです。力承認や、うん、力承認ですよ、はい、あの、はい、だから角川 TCG クラブに、しっかりと加入してましたから、おお、公認店っていうシールまでもらってました。で、まあ扱ってた。でアンジュビエルズ結構売れてたんです、うん、でさらにアニメ化もやった、おメディアミックスもやった、はい、もうそのあたりはもう角川さん強いじゃないですか、はい、うん、ここからですよ。ここから、はい、うん、ここからやめときゃいいのに角川、うん、TCG の部門の凋落が始まるんですよ。凋落、はい、落ちていくっていうのが始まるんですよ。パズドラなかなかヒットしました、はい、なのでパズドラは他社のメーカーのもんや。そうですね、うん、あの他社の、半径のもんや、うん、でここで自社商品としてオリジナルでも頑張りたい。オリジナルキャラクター、はい、そしてアンジュベルリを出した、うん、ここでやめとけるか、うん、でも角川さんは止まらなかった。ここでもう第3、それがまさかあのそれが人間のドレッドノート。なんか聞いたことあるぞ。ドレッドノート。ドレッドノートっていうカードゲームを出したんですよ。で、このドレッドノートって TCG なんですけれども、ルールとしては結構変わってました。トランプのスピードってわかります？はい。これもあれ。重なっていくような。うん。あれに近かったらしいんですよ。なぜらしいのか。うん、店長、あんた角川の TCG 力入れてるって言ってたのにらしいって。あんたプレイしたことないの？
そうなんです、私ないんです。正確に言うと、はい、プレイしている人を見たことがないんですよ。私プレイしている人を見たことがない、はい、リリースされなかったとか。いや、リリースはしっかりされました。リリースされたで、公式大会も毎月開催していました。でも、はい、公式大会の参加人数が0ないし1人なんです。つまり、はい、対戦が成立しない。そうですね、うん、で、うちにずーっと来てくださってた方、店長今日も1人。そうですね、大会参加者をあげますね、優勝賞品をありがとうシェアしてなって言いながら、まあ、毎週ではなかったですけど、かなり足しげく通ってきてくれてた、はい、毎回自動的に優勝だったんですね。そうです、あの、参加したら必ず優勝できる TCG、 それがドレッドノートです。まあ、あの、ぶっちゃけて言うとですね、はい、おそらくここから予測ですけれども、KADOKAWAの TCG 部門っていうのは、まあ、パズドラ TCG が当たった、うん、はい、でアンジュベールジュが当たった、うん、でもこの2つが当たったけれども、実際にはカードゲームのことはあまり理解はしてなかったんじゃないのかっていうのが私は思うんです。正直、物を売るための能力っていったら KADOKAWAさんはすごい高いんです、はい、で、正確に言うと物を売るじゃないですね、作品を売るです、はい、うん、だからパズドラっていう一つのコンテンツ、アンジュベルジュっていう一つの作品、はい、これらを売る能力には長けてたんですけれども、なるほど、残念ながらトレカを売る能力は、正確に言うとトレカを作る能力はそうでもなかったと思うんですよ。あ、なんで私がそう思うかっていうとですね、アンジュベルジュのカードを見てみると結構ややこしい効果を変えてたんですよ、はい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 、あの、例えばなんですけれども、遊戯王デュエルマスターズ、まあ、この辺りのカードゲームって、うん、これから僕、遊戯王デュエルマスターズ始めますっていう人が、はい、最新のデッキとか、あの、あとはブースターパックを買って、うん、すぐにプレイできるかって言ったらおそらく難しいと思います。かなり教えてもらわないと、あ、ね、うん、あの、難しいっていう風なテキストになってると思う。テキスト長いですもんね。テキスト長い、効果が長い、うん、処理がよくわからんとか。確かに、うん、いっぱいあるじゃないですか、はい、でも、あれらも遊戯王にしろデュエルマスターズに最初からアーじゃなかったんです。シンプルでしたね、最初はね、うん、要は、昔のカードからずっと積み重ねていっていった結果、新しいカードは強いカードがさんと売れんじゃないですか。はい、うん、そうなってくるとですね、どん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 効果とかテキストとか処理が難解なものになっていくと、なんか攻撃力とか数値だけ大きくしてったらすぐ終わりが来ちゃうから、そうです、ね、どんどんテクニカルな、ね、うん、効果でボーナス効果をこう複雑にちょっと解くみたいにしたらダメですもんね。そうですね、うん、でそうなってくるとですね、まあ後になればなるほどどんどんちょっと、はい、まあ新規参入が難しくなる、うんうん、あの、効果の処理が分からなくなってくるっていうのがあるんですよ、はい、アンジュベルズは最初の頃から割とそうだったんです。要は専門用語がすごく多かったんです、うん、でも、それでも売れてたのは正直言うとプレイヤーが多いっていうよりもイラストが可愛かったから売れてたんですよ。トレカとしてまさに売れてたんですね、ゲームとしてじゃん。ゲームとして、うん、トレーディングカードとして。だからですね、面白いのがですね、アンジュベルジュはやってないけれども三島クロネさんが描いているイラストのキャラクターがあるからこのスリーブだけ買うわみたいな。あ、だから、スリーブとかで、あの、イラストレーター次第で結構プレネがついてるやつとかが多かったんですよ、うん、で、で、ここで角川さんを第3の矢として出したのがドレッドノート。これがですね、はい、イラストがね、ガラッと変わったんですよ。あ、そうなんですね。イラストが今までの萌え萌えキュンのやつから、うん、あの、どっちか言うたらやや聞きがちょうみたい、具体的な例えで言うとですね、今まで週刊少年ジャンプやったのが急にビッグコミックオリジナルになったみたいな感じ。あ、そんなに？やばっ。なんかタイトル的には、うん、進撃の巨人みたいなイラストになったんかなみたいな。ああ、うん、近いかもしれない。ちょっと硬派な、うん、硬派な、うん、かなり硬派なイラストになりました、うん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 、で、そうなってきた場合、もともとカードゲームとして成り立ってたのかどうかっていうのが、はい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 、カドカー TCG 部門としてはちょっと割と怪しいところがあったんですよ。そっか、イラストがだから萌え系で、うん、そのファンの共通性がカドカーさんの、うん、PR 戦略と噛み合ってたんですよ、うんうん、例えば電撃文庫枠で出すみたいなもんですよね、うん、イメージ的に言うたら、うんうん、なのに、ドレッドノーカーじゃあどの枠なのって言うたらちょっと浮いちゃったみたいな感じなんですよ、はい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 、キャラクターコンテンツと浮いちゃったみたいな感じなんですよ。いまいち今までの戦略からカチッとハマらんみたいな感じ。だからなんかそのパズドラタイアップからオリジナルとはいえ、なんか得意分野で行って本当に第3で完全オリジナルを出したら食らったみたいな感じだったんですね。そうだね、あの、正確に言うと第3弾でカードゲームを売ろうとしたんですよ。
はい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 、第3弾でカードゲームを売ろうとしたらですね、うん、あの実は角川さんはカードゲームはまた作り込むには早すぎたみたいな感じだったんですよね。そのドレッドノートってなんかちょっと検証で遊んでみたいですね。なんか本当にあるかな、探せばどっかから出てくるかもしれないですけども、ね、それってその本当にカードゲームとしてあんまり面白くなくて人気がなかったのか、それともファンとイラストの見た目が違いすぎてみんな食わず嫌いで実は面白かったせいと思いますか。大会も来てだんだん減ってたんじゃなくて最初から買ってる人がいなくて来なかったわけじゃないですか。ですね、うん、あのはっきりと言うとですね、私は TCG のルールとしては合わないと。おなんでかっていうとですね、はい、TCG プレイヤーっていうのはよく考えてプレイする人が多いじゃないですか、うん、はい、トランプのスピードってどうですか。あれ反射神経じゃないですか。そうですね、うん、そういうゲーム性のゲームとあの TCG をやってるユーザー層が私は噛み合うとはあまり思わないんですよ、まあ、資料深くやるのが好きですよね、うん、TCG プレイヤー結構そうですね、うん、でましてや、ね、こういうスピードみたいなルールっていう風になったらば当然速さが重視されるっていう風になったら結構カードも傷みやすいんじゃないかなっていう気がするんですね。全部ローダーに入れてプレイしたくなってますね。デッキですからね、はい、だから私はですね考えたことは分からんでもないけれども、うん、トレーディングカードのユーザーのことをしっかり理解して作ったカードゲームではないと思ってるんですよ。あの今まで売ってたのは要はパズラー TCG にしろアンジュベールジュにしろキャラクターコンテンツを売ってたんです。しかもカードゲームとしても普通のカードゲームっぽかったんですか。どっちかって言ったらと、うん、普通のカードゲームっぽいです、はい、なるほど、うん、じゃあイラストもいきなり後半になっちゃったし、うん、ゲーム性もちょっと個性が強すぎた感じで、そうですね、あの浮いちゃったんですね。どれかじゃないですね。あ、トレーディングカードゲームではなかったです。で、3段目にドレッドノートを出して、はい、あのまあここからあ、やばい、なんか知らんけどドレッドノート調子悪いぞって言った時に、はい、逆転の一歩、はい、逆転の一手です。逆転の一手を打とうとしたんですよ。で、それが、はい、銀剣のアルカディアドライブ来た。ついに話が繋がった、うん、そう、ついにここで来て、要はようやく銀剣のアルカディアドライブが来たんですよ。銀剣のアルカディアドライブ。ただ、これ先に言っておきます、はい、ドレッドノードと銀剣のアルカディアドライブは確かそんなに時期的に差はなかったと思う。はい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 、でアンジュベールジュが、まあ、まだ安定してるっていうんやったらば、はい、場合によってはアンジュベールジュ一本にしとけよって思うんですよ、まあ、そもそもなんですけれども、うん、これはトマッピーさんもよく分かってると思いますけれども TCG って会社が出せば出すほど成功するもんじゃないじゃないですか。うん、例えば、ブロッコリーさん、はい、今はゼクスですけれどもそれ以前にも何本かカードゲームあったじゃないですか。ありましたね、うんうん、でも結局のところ今なんとか残ってるのはゼクスだけど、コナミさんにしろ遊戯王は当たってるけれどもコナミの他のカードゲームの話って聞きますか。あんま聞かないですね。それこそ遊戯王とラッシュデュエルみたいな感じですよね、うん、ヌラリヒョンの孫 TCG とか知ってますか皆さん。ああいうのも結構やってるんですよ、はい、コナミさん、うんうんうん、でも聞くのは遊戯王じゃないですか。そうですね、うん、結局のところ、まあ、キラーコンテンツを持ってカードゲームを知り尽くしてますぜっていうような顔をしてる会社であったとしても、うん、他のカードゲームをやって成功するとは限らないんですよ。なんか2頭を追うもの1とも絵図的な要素があるんですかね。あるんですよ。ハードなんですかね、うん、タイトル名だから、せっかく立ち上げたばっかりの部門や言うんやったらばアンジュベルジがなんとかなりそうやったらアンジュベルジに集中させてアンジュベルジに力を注いでいくべきだった、はい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 、でここで角川さんなぜかパズドラが当たった。でもパズドラはだんだんこうなっていっきょ、うん、アンジュベルジ出したまあそこまで高いところを飛んでるわけじゃないけれども割とユーザーはついてる。でここでアンジュベルジで、頑張っときゃいかったのに、うん、よしドレッドノートやるぞでさらに銀剣のアルカディアドライブもやるぞっていう風に、うん、ほぼ時期が差がない時にあと2本の矢を打ち込んできたんですよ。やばいですね、うん、人的資源は限られてると、はい、新しい部署やからどれほど角川さんがお金を回そうと思ったのかわからないけれどもその貴重な資源っていうのをいきなり第2の矢で後ろから援護したるぞって出したのがアンジュベールジュに直接ブスーって突き刺さったようなもんやったんですよ、うん、要はアンジュベールジュの勢いがそがれるみたいな。で、その銀剣のアルカディアドライブも最初の頃には結構期待はするよとか力入れるよって角川さん言っとったんですよ、はい、販売初日あたりやかなアプリに致命的なバグがある。どんなバグかは私も知らん。だからうまく動かなかったらしいんですよ。うまく動かなかった結果待てと。で、販売日ですよ。でも、はい、ならぬぞ、まだ出しやならぞ。いやでも、販売日ですよ。ならぬ。おフェイドアウトみたいな。え、
発売しなかった。いや、発売はしました。発売はしたけど、発売はしたけれども、サービス終了確定の状態で発売、要はサービスはちょっと待ってねみたいな感じだった。はい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 。で、その結果もう、フェードアウトです。で、ここでフェードアウトをした時に、はい、もうドレッドノートはもうどうしようもなくなってた。まだあったんすね。ドレッドノート頑張ってる、はい、ドレッドノートもフェードアウトで、ドレッドノートとアルカディアドライブを出すことによって、まあ少なくともやっぱり社内の方では結構ですね、はい、パワー使っちゃったんじゃないですかね、うん、アンジュベールジュもこうなり始めたと、はい、巻き添いを食らう感じで、ドレッドノートのアルカディアが、俺たちを連れて行ってくれってアンジュベールジュをこうやって掴み上げてあ、待って待って、私たちアンジュベールジュはそんなに調子は良くない、あーみたいな感じで角川 PC15 は消えていってしまったあれパズドラはどうなったんですか。そのパズドラはもうその時になったら忘れ去られてましたね。あ、もうなかったんですか。もうなかったです。なんかすごい話っすね以降、角川 TCG 部門っていうのはなくなってしまって、はい、せやなみたいな感じになってしまったっていうことです。ただ、そのある意味、そのいいカードゲームとか、うん、新たなヒット作を作って売るっていうよりも、うん、なんか武器をしっかり活かしてトレカを売るっていう感じでやってたら、もっと喜ばれ続けてた可能性もあるってことですね。ですね、ただですね、はい、私あのまま仮になんですけれども、はい、アンジュベールジュ一本に絞っててもおそらく多少延命できたかなって思うぐらいなんですよ、はい、これはなんでかっていうとですね、その後ブシロードさんがサプライの方針を変えてきたんですよ、はい、当時はスリーブっていうものって結構プレネついてたんですよ、うんうん、数年前覚えてませんかね、何回知らんけれども、例えばとある科学の超電磁法とか、はい、まあ、レールなんですよね、はいはいはい、あれの三坂美琴の、まあ、スリーブとか結構高値ついてたりとか、うん、してたことはあったじゃないですか、まあ、今のポケモンカードのスリーブとかね、うん、10倍20倍値段になってるとおりやつありますけれども、うん、当時はですね、とりあえずスリーブ仕入れとったらプレネがつくって言われてた時代なんですよ、はいはいはい、人気のあるキャラクターやったらば、まあ、全部が全部じゃないけれども、うん、人気のあるキャラクターやったらばプレネつくよと。で、なんでそうなってたかっていうとですね、公式が出すキャラクタースリーブっていうのが種類が多くなかったんですよ、はい、例えば、そうですね、アクセルワールドとかやったらば、まあ、初期の頃に出てたスリーブっていうとメインキャラクターだけやったんです。黒雪姫っていうやつかな、はいはいはい、黒雪姫っていうメインヒロインのスリーブが、まあ、ドンと出てたんですよ、うん、で、すごい売れてたんですよね。で、しばらくしてくると、まあ、Amazon とか、まあ、メルカリもそうですよね、ああいったところで例えばブシロードさんが出したスリーブとかプレネついてくるじゃないですか、はい、じゃあブシロードさんこう考えません？なんか知らんけれども、俺たちがまあ大体800円ぐらいで売ってるスリーブが倍以上の値段とか、下手したらまあ10倍以上の値段になってくる、はい、じゃあもっと作りゃいいんじゃね。そうなりますよね、うん、はい、で、ブシロードさんが大量にスリーブ作り始めたんです、はい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 、ラブライブ作りました。第1弾ラブライブスリーブ、2年生3人それ3種類、1年生3種類、3年生3種類、もう全員9種類ですよ、うん、で、さらにですね、全員集合バージョン作ったりとか、はい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 、もうすげえ勢いで作りよったんで、昔の、キャラクタースリーブって言うたら一番人気のあるキャラクターを何枚、うん、何種類か作るか、一種だけ作るかとかやったのに、もう、ラブライブとかの時になったらば同時販売で9種類のスリーブが出るんですよ。もう盛大にやりだしたんですね、うん、で、さらにですね、ボリューム1、ボリューム2、ボリューム3っていう風にどんどん出し始めたんですよ、はい、で、それだけ出しとったらもうキャラクタースリーブってプレネつかなくなってくるじゃないですか。はいはいはい、はい、もう溢れすぎて、うん、みんなの選択肢が多すぎて、じゃあ、まあ、需要がどんどんね、うん、お腹いっぱいになってきますよね、うん、じゃあアンジュベールジュ、さっきも言いましたよね、はい、サプライ人気があったと。じゃあサプライ人気があったのはいいんやけれども、もうサプライがもう大量に出回るようになってしまってたと。アンジュベールジュ頑張ってやろうと思ってたけれども、アンジュベールジュのキャラクターサプライが売れんようになったと。だってそうなんですよ、よく考えて分かりますよ。もともとアンジュベールジュのサプライが売れてたのって言うたら、はい、作家のファンが多かったから売れてたんです。そうですね。例えばさっき三島黒根さんかな、このスマのイラスト描いてた人、うんうんうん、いや、このスマのキャラクターを描いたサプライすっごい売れてたけれども、ブシロードさんがこのスマのキャラクターの小説バージョンのイラストのスリーブを出し始めたりとかしたら、はいはいはい、みんなそっちに流れるんですよ。まあ要はもう黒船来航して手も足もでーみたいな感じだったわけですね、うん、ってなったらば、はい、肝心のサプライ、今まで売れとったサプライまで売れんようになると。なるほど。っていう風になったらば、どん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 売り上げが激減していくわけですよ。さらに当時はですね、時代が悪かった、良かったのと同時に悪かったっていうのは、うん、カードゲーム全盛期、はい、どんどん新しいカードゲームが出てくる。おお、その頃か。そんな時にですよ、はい、こう頑張っとったアンジュベール中、ドレッドモードが引っ張る、銀剣のアルカディアドライブが引っ張る、さらにサ
プライが片一方もがれるも墜落するしかないと。そうだったんだなるほど、そんなことがあったんですね。いやすごいな、あんま知ってる人いないんじゃないかな、この動画見てる人カードゲーム好きな人多いけど、うん、いや知らないですよこれ。ただこれ、はい、あの言っときますよ、僕も資料を集めて、うん、言ってるわけじゃなくて、はい、当時あの仕入れをやったりとか、あの、はいはいはい、Amazon で出品したり売れあの出荷とかそういう作業をしとって、はい、あの売れ筋何かっていうのを調べながら、うん、あーうんこういうことかなっていう風な話なんで、うん、多少時系列はあやふやなところはあります。ただ、ね、大胸は大体こんな感じじゃねえのみたいな、はいはいはい、うん、実際問題、はい、アンジベルジが当時何本売上げがあったのかっていうのとか、うん、そういうのはわからないです。店長これ今までこれ、うん、今日お話聞かせてもらってて思ったんですけど、はい、めちゃめちゃ悪口じゃないですね全然ね。歴史を語ってるのを聞かせてもらって、でちょっとあ、じゃあ今からとりあえずね、この歴史からちょっと一番学べるなと思ったところは、はい、やっぱり2作3作目って並行して同じメーカーさんが出していくと、うん、うまくいかないことが多かったな歴史上っていうのが、うん、あの今回の角川さん以外でも確かにそうだなって思ってて、まあ、あの丸く収めていくとですね、はい、僕はですね惜しいなって思ったのは、はい、できれば一本大きな柱を立ててからやってほしかったなって思います。それで言うと、うん、じゃあちょっと気になったのが、バンダイさんがワンピースカードゲームが大当たりしてるじゃないですか、うん、もう2番人気、うん、3番人気の大きな柱と言っても過言じゃないから、うんうんうん、そんな状態で出る次のバンダイさんのタイトルあるじゃないですか、新タイトル。ありますね。何でしたっけ、ミリオンアリーナ。あれは結構いける可能性もあるってことですね。じゃあ柱、ワンピース強いから。もう、何ですか、はっきり言っていいですか。はい。言いますよ。どう予想されてますか。序盤は売れると思います。はい。あ、これはですね、トレーディングカード全般に言えるんですけれども、大体第1弾は売れるんですよ。そうですね。第2弾は第1弾が売れた後の、はい、まあ、残り日があるんで、うん、第1弾ほどじゃないけど売れるんですよ、うん、問題は第3弾以降なんですよ。ここから、ダメなやつらは売れるようになって、正直な話するとですね、バンダイさんはこの手の、キャラクター大集合系のカードゲームって過去にも出してるんですよ、あの同じようなコンテンツっていうのは。で今回 の、 あのバンダイさんのコンテンツのルールなんですけれども、どちらかといえばワンピースのルールをちょっと持ってきたみたいなところはあるんですよ、ね、あ、じゃあワンピースユーザーにとっても馴染みやすい、いい言い方をしたら、ね、はい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 、言い方をしたら馴染みやすいなんですけれども、悪い言い方をしたら別にワンピースでいいじゃんっていうふうに言われてしまう可能性はある。あー、そっか、うん、所詮はキャラクターコンテンツだよねっていう風に見られたら、うん、序盤は今の時代やから多分売れると思います。みんな TCG ユーザーって新しいカードゲームに結構好奇心旺盛ですもんね、うんうん、で問題はそこから続くかっていうことなんですよ、はい、僕はですね、あのバンダイさんのカードゲームっていうのはもうぶっちゃけて言ってしまうとキラーコンテンツになる確率があまりにも低すぎる。あ、そうなんですね。全て、はい、あのインフレで終わっていってるんですよ。例えば、デジモンカードゲーム、デジカ人気あるくないですか結構。ですね、デジモンカードゲーム、はい、旧デジモンの方です。旧デジモンの方、はい、あの結構長いコンテンツで、あの、はい、今でも、海外の人たちがよく買ってくれてるんですよ。で売れたはいいんだけれども、あれも結局サービスは終わってるじゃないですか。そうですね。本当に人気コンテンツやって言うんやったらば、今新しいデジモンカードまだやってますけれども、はい、あれじゃなくて旧デジモンカードでずっと今も続けてると思うんです。でさらに言うとガンダムを、うん、ご存知ですか。もちろん、うん、ガンダムを、はい、これもサービス終了してますよね、はい、昔は、日本国産 TCG って言われたら遊戯王、デュエルマスターズ、うん、ガンダムをで、アクエリアイジモンコレみたいな。あ、そうそうそう、はい、でもね、ガンダム王がね、はい、多分3位ぐらいやった。抜けてましたね、結構、うん、トレカしてんのっていうものを何にするかっていうんやったらば、うん、まあ、ガンダム王を入れていいんじゃないかって言われてた、はい、でもそれもネグザになってからこけちゃったじゃないですか。あ、うん、で、バトルスピリッツ、うん、まあ、これも今も続いてるし根強いファンはいますけれども、はい、やっぱりアニメ欲しいな。YouTube で見れるだけとかじゃなくて、もっと、裾野が広がりやすいアニメが欲しいなって思うじゃないですか。うん、だからですね、私の中ではですね、バンダイさんのコンテンツって言うたら序盤は結構調子がいいものは多いんやけれども、後々失速が早いものが多い。うん、例外的に生き残ってるのが、まあ、バトルスピリッツで、案外頑張ったなって思ったのがガンダムウォーと、まあ、キューデジモンかなっていうふうに思ってるんですよ。
まあ、そもそもね、カードゲームでそのずっと続くようなタイトルって 10% 切ってますもんね、登場タイトルの中でね。10%ないんじゃないですか。今まで300種類ぐらいね、タイトルが出て、うん、今あるのって20タイトルとかですもんね、うん、でそのうちの20タイトルでも割と安定してシェアを取ってる企業としては常に黒字化してるっていうやつって言ったらどれぐらいあるんでしょうね。10タイトルぐらいですよね、きっと、うんうん、ね、ちょっとこう過去の話をね、うん、一部こう知ってることを教えていただくだけでも結構勉強になったりとかなんかいろいろ今出てるカードゲームに対してもね、考えさせられるなってちょっと感じて、うん、なんか驚いてます正直。ということでね、あのカードンっていう全タイトル扱いってやってるんですけど、はい、まだまだ過去のねカードゲーム分かんないことだらけなので、またいろいろ教えてください。はい、あ、分かりました。はい、ということで今後もね、あの店長だったりいろんな人にいろいろ教えてもらいつつ、カードゲーム博士目指して、あとカードンね超いいお店目指して頑張っていくんで、よろしくお願いします。よかったらチャンネル登録、動画の方お願いします。店長今日はありがとうございました。概要欄からぜひ有楽舎店長の、チャンネルだったりツイッターもチェックお願いします。登録お願いします。お疲れ様でございました。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様ですよ。顔パンがまず筋肉つく。